ロキオンステークスということでね、予想していきたいと思います。秘密基地フェガムソース28でございます。まあ、今回はね、メインチャンネルフェガム TV の方でプロキオンステークスに関してはね、動画が上がっているんですけれども、まあ去年もそうだったって形で1007適性がある馬、そして距離延長組がよく来る。まあ1007は距離延長組っていうのはね、昔からのまあ競馬の予想の鉄則というか、そういう話をね聞いて、本当にそれで穴馬券頻発してきたというようなところなので、まあ、今回もねそれにのっとって、まあ、マリーンステークス、そしてプロキオンステークスと、そのあのなんていうのかな、その馬券法則っていうのを検証するような形でねやっていこうというところで考えている次第です。まあ、なのでね、そちらの動画の再確認、今回5頭全部出てきたんで、まあ、この5頭ボックスでいきたいと思います。3連単5頭ボックスなら多分当たるでしょう。というわけで、まずはね、前売り6番人気エアアルマス、まあ、1002でオープン3着、その後ネギシステークスは負けてるんですけれども、短い距離で活躍してきた馬っていう感じで、この馬をね1投目、まあ、休み明け得意というかね、鉄砲実績ある馬ですから、まあ、今回ねネギシステークスから間隔を空けて5ヶ月半ぶり、まあ、これもね狙いどころだと思います。まあ、そして名将渦政、まあ、3走前1004のオープンで、ね、逃げ切り勝ちを果たしております。まあ、ここも逃げて粘ることができれば、まあ、去年の3着馬ってことかな、上位人気というのもね当然のところかなというふうに思います。まあ、そして8番エクレアスパークル、ここ2戦目負けてるんで、こんだけ人気落としてくれてますが、準オープンオープン連勝できるだけでもね、もちろん重賞クラスの期待ができる馬、まあ、しかも、まあ、その準オープンオープン連勝がね、小倉を含めた福島小倉の、ダート1007コースということでですね、この距離平坦小回りといったところに適性を見せている馬というような形で買いでいきたいと思います。そして15番サンライズウルス、前売り4番人気ですね。対古馬2戦目から1着2着1着というオープン入り、まあ、それもね短めの距離でしてきてるんでね、距離延長組を狙えと上り馬、まあ、ここはね期待が持てると思います。そして16番ラーゴム、前走福島でねダート1007勝ってオープン入りしてます。まあ、今回もダート1700適正、平坦小回りのダートコースでオルフェブル3区といえば、まあ世界最強クラス、地方、ブリーダーズカップディスタフを勝ったマルシュロレーヌなんかまで出てますからね、まあ、こういったコースで期待が持てる馬だと思います。そんなわけでね、今回もこういった形でやってみました。またね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。まあ、細かいね、解明についての解説とかはね、メインチャンネルフェガム TV の方でもね、話をしてますし、まあ、七夕賞のね、ハンデについての見解も、そちらの方でも上がっております。まあ、こちらでもね、特別戦とか POG とか地方重賞までいろいろやっていきますので、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。